金お願いします。お願いします。アフリカの恵まれない子供たちのために募金お願いします。お願いします。募金か、募金団体の、いやお金入れようとしました。なんすか。いや入れようとしました。はい。でもちょっと入れなかったっていうのが僕の、はい、判断というか、はい、いやお金ないとかではないんですよ。でお金も1000円今入れようとしたんですけど、お金ないとかではないんですけど、なぜ入れなかったか、なぜ入れなかった、なぜ入れなかったかって言われたら、募金箱金色なん嫌やったんで、募金箱金色がちょっと嫌で、いや嫌じゃないですか募金箱金色なん。いや普通なんか白とか透明じゃないですか。なんかそのなんか切羽詰まってない感じ出てるというか、なんか募金箱金色にする余裕すらあるぞみたいな感じが出てたんで、ちょっと嫌やなと思って。わかんないですか。いやでもちょっとこれ嫌やと思いますけどね。僕は1年前アフリカに留学しに行きました。その時この目で現地の状況を見たんです。2キロ先の水たまりまで泥水を汲みに行く子供たち、学校に行きたくても行けない子供たち、満足に食事も取れず痩せ細っていく子供たち、そんなアフリカの現状を変えたいんです。同じ人間として助け合っていきたいんです。だからそんなアフリカの子供たちのために募金お願いします。じゃあ金嫌なんですよ。余計浮き彫りになってるんです。善意が本物な分この金色が浮き彫りになってるんですよ。よりキラキラしてもうてるんで、これがなんていうかな、そのもっとなんかその、あ、困ってるんやな、助けてあげたいなって気持ちを僕らにその植え付けさせないとダメじゃないですか、そちら側の方々は。それで言うと、そのあちらスタッフさん、多分仲間のスタッフさんですよね。そのあの人、その特茶飲んでますやん。特茶飲んだらあかんやん。あのコンビニで180円ぐらいするお茶、あの伊右衛門の濃い緑色の特保のやつでしょ。そのコンビニの100円の水やったら、私もその特茶飲んでたらあかんやん。余裕あるみたいになるやん。1000円入りました。言うなそんなん。なんか福引きちゃうねんからさ、言うなよそんなん。その金も鳴らすなあんまり。何してこういうのが嫌って言ってる。お願いします。え、募金したらいい気持ちになりますよ。あのそんなんも言うなっつってんだから。それはこっちがせこうお金入れた後に10メートル歩いてからいいことしたなと思うやつのことやろ。それ言うなよそっちで。そういう積み重ねでちょっと嫌、入れんの嫌やなってなって思ってるんで、分かってない顔してますけど、それで言うと、あなたで言うと、そのでっかい金色のネックレスやめた方がいいんすよ。その遊戯王の主人公みたいなでっかい金色のやつはそれやめた方がいいんすよ、マジで。それのことをずっと言ってます。はい。あとそのこれ入れる時にパッて見えて、ちょっとほんまにびっくりしたんですけど、このチラシね、いやアフリカの子供がなんか水飲んでるっていう画像はいいんですけど、そのこのやらない善よりやる偽善って、そっちが言うて言い訳ないやん。そのこっち側が言う言葉やから、そのやらんやつにそのやった方がいい、偽善でもやった方がいいからっていうこと、その偽善と思ってるこっちのこと。善でやってるから、ずっとめちゃくちゃ言うてるって。それはそのまああとまあともこれに関しては、今から言うことに関しては、その今すぐどう理解できる問題ではないですけど、そのスタッフさん5人ですかね、5人いらっしゃるじゃないですか。その5人中5人小太りなんはちょっとまずいな。こういうので、5人中おったら3人ぐらいガリガリの方が入れようってなるから、それちょっとまずいです。うん、まあ、話戻りますけど、そのこれなんで金色なんですか。でそれ嫌なんで、その、あ、金色の方がなんとなくなんか金運アップみたいな感じで入れてくれるかなと思ったんですね。あ、なんかそんなお母さんみたいな理由なんですね。なんかそんなお母さんのなんかなんとなく風水みたいな、そんな理由でやってはるんですね。じゃあやめた方がいいです。でそれ僕も一回実際不快に思いましたし、いや僕もまあなんとなく嫌っていう理由では言ってますけど、でそういう人がいるってことですよ。だ 僕だけじゃないと思います、絶対。いや僕以外にもこう金色なんか嫌やなと思う人絶対いると思うんですよ。やめた方がいいです。いや、いやいやじゃなくて、これほんまにマジでこれマジで言ってます。こっちあのそのなんとなくで始めたことをなんとなく否定されたら始めた方が折れろよ。なんでプライドあんねんこんなことに。でやめてください本当に。これやめた方がいい。そのことずっと言ってましたから。はい。あ、募金しますよ。それはアフリカの子供たちを助けたいという気持ちはありますから、僕にもね。入れます。
せんね。はい、はい、あざーす。ちゃんとありがとうございますって言え。